キチャンネル。ジョン。こんにちは。さあ、A クラスに入ってきました。今日パリーグ3位、西武でございます。はい。はい。西武はですね、うん、だって今年はもう、なんとチーム防御率が 2.75 と、はい、パリーグ1位でございます。うん、でも、チーム打率が2割2分9厘と、どうしたらそういうチームでしたみたいな。イメージ逆ですよね。打つけどピッチャー無理だったのに、うんうん、そう、この両極端やめなさいよ。はい。で、こうなったらすごいかもしれないですよね。って考えたらよ、はい、もうドラフト戦略は、今年は野手でしょ、うん。もう。でもひょっとしたら気になるのが、矢沢くん。日体の。はい、まあ、先輩松本もいるっていうところで、うん、いや、いかへんやろうと俺思うけど、はい、だってあの隅田佐藤去年左2人取れてるわけだから、そうです、ね、まさかいかへんやろうと思うけど、ちょっと日体つながりでどうなんやっていうところもね、うん、あるけども、1位はさ、はい、何気に知ってるんですか、うん、知ってるんですか、うん、矢沢くんじゃないんですか。矢沢くんじゃない。ああ、じゃあちょっと教えてください。埼玉西武第1回センター希望選手、浅野翔吾、高松商業高校外野手。おお、浅野くんで、いや、何気に、いや、外野いるじゃん、うん、俺もう外野はもういい補強ポイントだと思うね、はい、絶対の、うん、そしたらよ、はい、強豪でも、はい、いきそうじゃん、1位。しかもなんかこういうタイプ、セーブ好きそう、好きそうやん、ね、このフルスイングで、はい、もう森の右盤みたいな感じじゃん、うん、はい、だから俺何気に、しかもなんかチームカラーにも合ってるし、うん、浅野に何気に1位行くんちゃうかっていう、うん、もしくは、はい、村上の弟。おえ、1位で、いや、1位じゃないかも、分かんないよ、はい、うん、でももう上位で、1位 D で、はい、うん、サードファースト、はい、だってさ、うん、もう西武の一番の問題点もさ、はい、え、くれよ、うん、森が出るのかっていう、はい、森が出るんだったら、うん、俺は何気にこの東院横浜の吉田君か、はい、名城大の野口君、うん、まあ、去年ここが取ったけど、はい、やっぱキャッチャーもうちょっと厚めにした方がいいと思うんだよ、うんうんうん、正直、はい、そこも取んなきゃいけないと思うし、うん、で来年が源田と山川が FA らしいんだよ。そうですね、これ万が一両方出られたら、はい、っていうのもあって、うん、まあ、この村上君、うん、っていうのは、まあ、ファーストもサードもできるから、まあ、村上で、はい、一昨年かな、渡辺君取ってるし、もうちょ、まあ、もうちょっと頑張ってもらわなきゃいけないけど、うん、もう、まあ、取らなきゃいけないのかなっていうね。まあ、でもちょっとその森選手とか山川選手とかその辺がもし本当に抜けた時用に、うん、やっぱり打てる選手ね。そうそう、ひょっとしたら内藤っていうのも日本航空、うん、石川もひょっとしたらあるかもしれないし、早稲田の昼間、昼間選手とかね、うん、もちろんあるかもしれないし、うん、まあ、あとはその立教の山田ね、はい、あとはあの中央の森下っていうところもあるかもわかんないね。ちょっと即戦力系取っといた方がいい可能性はありますね、うん、そうそうそう、未来に向けてっていう、うん、だからここら辺、うん、だからもう野手行くんちゃうかって、もう 1、2、3 ぐらい、わー、まあ先発も欲しいけど、でもだってね、高橋、今井、松本、うん、で今日来年もエンスでしょ、はい、で隅田佐藤がどうにか頑張ってもらったりしたらよ、うん、まあ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 、今年も防御率一緒でしょ、うん、で後ろが水上、はい、平正さんでしょ、うん、でその前に佐々木とか、うん、まあ、クモンも終盤良かったしね、はい、あの入ってくるわけじゃんね、はい、だまあピッチャー一人ぐらい取ると思うけども、うん、野手ワン・ツー・スリーでもいいかも分かんないね。わー、そっかー、思い切ってもう浅野行きそうやもん、行きそうですね。外野はもう絶対補強だよね、うん、わー、ちょっと鈴木翔平くん頑張れまあまあそうだね、はい、いや、そういうことです、うん、そう、そういうことだからね、はい、いや、これちゃう、あ、おすすめあんの、セーブは。いやー、どうですかね。鈴木翔平いるから おすすめしたくないの。いや、いや、外野はやっぱり私は東北福祉の杉澤選手がすごい推してるんですけど、うんうんうん、でも私はちょっと鈴木選手が出てほしいから、うんうん、なんかちょっとあんまりこう推したくないなっていうのがね、あるんですよね、うん、先生はいいの、おすすめ選手。めちゃくちゃ面白い選手がいるんですよ。いいの、これは、うん、言っちゃって大丈夫ですか。いや、言うためよ、ここで出さないと、出すとかあんの。セーブにぴったりの選手です。セーブといったらフルスイング、はい、うん、フルスイングといったらセーブ、うん、ね、めちゃくちゃ面白い選手が来ていて、うん、これは東京大学に阿久津くんっていう子がいるんですよ、うん、この人は何がすごいかって言ったら、うん、なんと中学陸上部ですよ、
そういう異色系なんですよね、じゃあ、あれ和田とか磯端とか一緒だね、そっち系なんですよ、で、東大ではなんとアメリカンフットボールに入ってるんですよ、へぇ、まあ、というのは体がフィジカルが弱くてこれじゃ野球で出ないと思ったらしくて、でも走るのが速くて体強いってことで、俺やっぱ野球できるかもって言って、東大の野球部に入り出したんですよ、でなんと秋リーグ、日本は、で、盗塁王を持ってるんですよ、リーグ、で将来性抜群でポテンシャルが高いって言って、密かに狙われてる隠し球選手なんですよ、めちゃくちゃ面白い選手です、どこポジション？外野です、おいいね、で鬼のパワーヒッターなんですよ、東京六大学って慶応とか早稲田とかいいピッチャーがいるにもかかわらず、2ホーマーで、今現在リーグ中なんですよね、秋のリーグ中2ホーマーですごいって言われるの、すごいね逆に、俺とか3本とか4本打ってくれる大学ってだからね、アメリカホットボールで伸びしろもまだまだあると思うんですよ、ね、でも本人プロ行きたいの、プロを目指して、お、上位ね、いいですね、足がとにかく速い、頭もいいし、おいいね、盗塁9、しかも9っていうことは出塁してるってことだもんね、見たことあるの、実際見に行きました、へぇ、先生すごいね、スカウトしに行ってんの、見に行ってんの、そのためだけにだって、昨日おとつい早稲田対東大だったもんね、もう一人おすすめしたいのが、これエネオスのバッターなんですけど、このエネオスの、滝沢君って子がいますね、小太郎、はい、この選手もエネオス4番張ってた外野手なんですけど、これも走攻守揃ったかなり面白い選手、都市対抗でもバックスクリーン横に掘り込んでるピッチャー、バッターなんで、選手も面白いんじゃないかなと、ちょっと会議はなるかなと思うんですけど、欲しいもんね、外野手ね、西武は、しかも走れるってところに評価して、この2名を私は推したいです、いいね、今あるね、浅野からのみたいな、もう野手パン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 みたいな感じの、でちょっと1人ピッチャー取っといてみたいな、はい、ぽいよな、あとはもう FA 次第だな、本当にそこどうなってんだろうね、チーム的にね、いきなり抜けたらやばいよ、今年森抜けて来年源田と山川抜けたら、ショート滝沢か、そしたらそうですね、野球変わるね、変わるよ、スモールベースボールなんだ、だからもうあれだよ、もう投手力、投手王国に作るしかないよ、もう三足打線じゃなくなるよ、三足全員いなくなるイメージがもうガラリと、でもし外崎も教え上今年したら、はい、いや全員いなくなるんだよ、もうでおかわり君はもうそんな長くできないじゃんね、だから内野の守備全員総代わり、渡辺君出てきてほしいですね、そうですね、それが出てきたらね、もうちょっとこのドラフト戦略も状況変わるんだけど、はい、あともうピッチャーはまあいたら先発だね、リリーフは厚み持っているからな、はい、で外国人うまくはまればね、はい、取れればいいし、まあ、打つのもあれだけども、なんて言ってもいきなりのチーム打率2割2分クリーンっていうね、どうしたんやっていう、セーブらしからぬ、ホームラン118本、まあ、でも118本の3分の1は山川だからね、だからまあ、いや俺は1位、2位、3位はもう野手、まあ、ピッチャー1人取っても野手2人は絶対取った方がいいと思う、ね、正直、あと外野ね、はい、で、まあ、でも内野もその情勢次第だね、FA のね、まあ、そこがいいかな、あれでもすごいのいるね、東日本国際大学の上杉君、全日本大学選手権1大会最多本塁打4号、過去井口さんとか原さん3本だったのにそれ塗り替えたっていう、こう外野手大学選手権で大ブレイク、これまで無名、面白いですね、あら、ちょっと先生、ね、ノーチェック、いや、それあれですよね、大会によってやつですよ、そう、東日本国際大学上杉翔吾、西武好きそうですね、好きそうや、西武2位かも分かんないね、外野手だから、そうですね、で、あとはもう村上の弟ね、西武、ぽいやろ、うわ、で村上選手の弟どこが入るか入らないかというかどこに入るかね、そうだね、楽しみですね、まあでも俺はそういうね、ちょっと野手延長ドラフトがいいかもしれないね、そうですね、はい、ということで皆さんどう思いますか。